2週間前とあんまり変わらない感じでやることになっちゃうんですけど、で一応ネタ作りということで、Facebook の方とか、あと何ですか、Twitter とかで何か話してほしいことないですかね、一応聞いてみたんですよ。そしたら初恋物語を聞かせてくれとそういう意見がちょっと出てました。なんだそれと思ったんですけど、まあネタ的にちょっと面白いかな。今日はちょっとそこら辺の話をしながらやってみようかなと思います。そんな感じでですね、とりあえず、画面的にトークちょっと映ってますね、白いこれがね、今もちょっと映ってますね。まず今日のギター、今日のギターはですね、ギブソンフライングブリー、これは84年製の、なんていうんですかね、デザイナーズ V と言われてるやつでして、まあ、ネットとか検索するとフライングブリーっていうこの三角でね、あれはギターが、まあ、そこら中で見ていただいて、まあ、いわゆるロックギターのアイコンみたいな感じになってますけども、皆さんがよく見るやつは多分、フックガードってプラスチックのね、板が表面にベロッと貼ってあるタイプのやつをよく見かけるんですよ。でこれはそのピックガードというプラスチックの板がついてない、こうボディのね直接パーツが乗っかっちゃってるタイプですね。この板は84年頃に世界的にヘビーメタルロックが流行った時にギブソン社が、その流行りに乗っかるためにそれっぽいギターを開発しようというので、それまでは50年代から、まあ、厳密には60年代、まあ、このフライングブイって形が出たのが1958年、でその頃からこの形自体はあったんですけども、まあ、例えば色が木目だったりとか、あとシェイプもね若干ちょっと違ったんです、当時とか。でそれをまあどんどん現代的に色を変えていったりとかしながらだんだん形になっていくんです。それでもまだちょっとどっちかというとブルースギタリストとかが使ってた感じのものだったんですよ。それは、まあ、こう形派手なんで、派手なハードロックとかヘビーメタルとかのやるギタリストたちがこれはちょっとかっこいいじゃないかと使い出して、それが大体1980年頃なんですよ。でその頃はまだピックガードついてたんですよ。でピックガードがついてるってことはちょっとまず田舎臭い感じが当時はしてました。でピックガードがなくて、これ何もないところにパーツがパンパンって乗っかってる感じの方が、まあ、当時としてはおしゃれなんです。で、そういうデザインのものがギブソン社ではないところから出始めたんです。で、ギブソンとしては一応このフライングブリーのデザイン特許を持ってるものみたいな会社なので、もうちょっとちゃんとした時代に乗った、時流に乗ったデザインのものを作ろうよっていうんで、これまでした。で、当時は、これ今無地なんですけど、こう縁取りがあったりとかいろんなデザインがされてまして、本来それがその専門のデザイナーが手掛けて何種類かデザインが入ってまして、それが売られてた当時で、こう真っ白と真っ黒っていうのが当然あったんですけど、あんまり人気がなくて、そのデザインが入ったやつがバンバン売れてたらしいんですけど、でもこの板ですね、84年に発売になって
翌年には生産中止になっちゃった。なんでかっていうと結局言うほど人気出なかったって言われた。なので1年2年弱くらいですぐ生産中止になっちゃって、生産数も少なくて珍しい感じになっちゃったんですけど、普通に売られてるフレンドブーと実はこれ使ってる木の材料とかも全然違ってまして、音的にはすごいシャープな音がするんですよね。で、形がこの形なんでやっぱハードロックとかそういう方が向いてるらしくて、そういうギタリストには結構人気があるモデルなんですけど、この84年型っていうのは当時はそんな売れなかったんですけど、ね、90年代以降に入ってから、まあそのギブソンのギターを見直される感じで、一部 の、 そのハードロックヘビーメタルギタリストで、なおかつフライングルーを愛用している人たちからですね、84年のあのギターはもう出ないのかなみたいな話がすごい盛り上がってました。で、中古市場でもそこそこにぎわいを見せてたんですけども、2009年にですねこの84年モデルの E 種版っていうのが発売になりまして、で、まあ材料とかも当時のものを習ってほとんど同じものが使われてるんですけど、ボディシェイプが、ね、若干違ってまして、2009年のものはオリジナルの84年、それでもまあ雰囲気がすごく出てって、それはそれでそこそこ売れたみたいなんですけど、今日持ってきたのはこれ本当の84年の当時のものなんですね。ただこれはですね、まあ俺のそのパントモーグソロというバンドをやってまして、ね、そこで普段メインで使ってるギターなんで、84年当時のままだともうボロボロで使えないわけですよ。なのでこれは実は塗装で一回全部話しました。現代用 の、 湿気とかなるべく吸わないように当時のものよりも硬い丈夫な塗装に塗り替えたんです。音が若干変わったんですけど、まあ現場で使いたいのでいいかな。あとフレットもね、もう当時のものがすり減っちゃって全然使えなかったので、これも新しいものに使えて、でピックアップとかも、これ本当はギブソンのダーティーフィンガーっていうすごいハイパワーのピックアップが本部ついてるんですけども、ね、今時の事情ですとか、そんなハイパワーが使いづらくてしょうがないですね。なので、まあ、そこそこのパワーの性能なんかも別な会社のピックアップに乗せ替えちゃってるんで、もうこの84年当時のダンプにしないんですけど、まあ、素性がいいんで、やっぱ根本的なやり方が全然最近のものと違う、非常に俺はいい感じで使ってます。で、これ例によりうちのマーシャル君がここにいるんで、マーシャルが見えますね。入ってますね、この音を出してますけど、おそらくこの配信だと本来のちゃんとした音が聞けないんで、雰囲気だけ伝わればいいから出しますね。これがまあ歪んでない普通のグリーン、いわゆるグリーントーン。まあ、ピックアップが違うんで、その84年の音かどうかっていう話になると、まあ、違うんですけど、雰囲気だけ、これ昨日一昨日ライブで実際使ったんで、チューニングが若干甘くなったんですけどね、弦がもうチューニングを聞かされなきゃいけないんだと思っている人いるかもしれないですけど、ハードロックらしくフライングリーらしくちょっと歪ませてみました。でかいかな、でかいかな、大丈夫かな。ぶっちゃけ何すると歪ませるとどんなギターでも似たような音になっちゃうんで、なかなか聞き分けづらいんですけど、弾いてる本人はね全然こう響きの違いを体感しながら弾くんで、全然プレイスタイルとかそういうのも変わってくるんですね。
でこれギタリストじゃないと多分分かんない話なんで、ギター弾かない人はすごいつまんないと思うんだけど、まあいいよね。まあこんな感じで今日はね、フライング V、84年のフライング V ですね。この他にもうちにはフライング V が80年と81年と84年と91年と2000年と2001年と忘れましたけど、そのぐらい確かあったはずです。そのうちまあ持ってくるんでカウントしてるもんね。確かね、Facebook に全部載っけてあるんですけど、乗っかってたかな。Facebook にね、Facebook の写真になんかうちのギター全部載せたんですよ、いつだったか。なんですけど、あんまりよく覚えてなくて、写真のとこを見てみると出てくるはずですが、あ、なんか、この間園庭で飯食ってる時の写真があったんですけど、お水曜日とか、俺仕事が早く引けるというか、レッスンが早く終わる日だって、夕方からちょっと暇になって帰り際にご飯を食べる、よく園庭行くんですけど、水曜日って園庭で放送やってまして、で放送には出ないんですけど、それ放送横目に見ながらカレー食ったりとかして、いろんな人に写真撮られました。いつの間にかあちこちにアップされていて、いいんだか悪いんだかっていう状態になってるんですけど、ありましたね。Facebook のですね、俺のページを開いてもらって、そこの写真の中にエクイプメントっていうコーナーというかアルバムがありましたので、その中にずらっとうちのギターを全部紹介して載っけてるところがあります。でこの中に、当然このギターも乗っかってますし、前回持ってきた、スプラッキャスターも当然乗っかってます。で今 V をちょっと数えてみようと思うと、結構な数があって、数えるのがちょっと面倒になったんで興味のある人はちょっと自分で数えてみてください。多分ね15本ぐらいあるはずなんですよ。ただどれがどれだったかっていうのはちょっと覚えてないんで、ね、まあそんな感じで今日はギブソンのフライング84年モデルでした。はい、はい。でまあお題なんですけど、お題はですね、どうだ、初恋物語を聞かせて、初恋ですか。こういくりますかね。あんまり恋したことがなくてないっていうかね、よく人が好きになるんですけど、なんていうのかな、これ自分で言うのもね照れくさいんですけど、惚れっぽいんですよ、割と惚れっぽいんですが、普通惚れっぽい人って冷めやすいんですけど、これ惚れっぽくて冷めづらいんですよ。すごい面倒なタイプの人間なので、あまり人に惚れないように頑張ってるんですよ。はい、これね、惚れっぽくて冷めづらいやつっていうのは、俺多分ね、ストーカーとかになるんだろうなって言って諦めつかなくてね、いつまでもこう、なんか、完全に断られてるにもかかわらず、いつまでもくっついてこう、なんか、来る人みたいなね。もうそういうのって、自分がそうなっちゃいそうな、タイプなんですかね。もう迂闊に人を好きになれる、一回変なんかこう人を好きになっちゃったりして諦めきれなくて、なんか自分が気が付いた人がなって送る日逮捕されてましたとかって、ちょっと切ないなと思うんで、あの人は好きになれるんですよ。まあ、初恋っていうのは本当記憶がなくて、すごいな。なんかガキンチョの頃からですね、自分一人でなんかいろんなことを考えたりとかやってるとかするのが好きなことあんまり初恋ってのはないですね。まあ、強いて言えば多分うちの近所に俺とね同じ年の女の子が住んでたんですね。まあいわゆるこう幼稚園ぐらいから小学校の低学年ぐらいまでがうちの近所だったんで、よく一緒に学校とか幼稚園とか通ってとか行っ
ったんですけど、まあ別にいわゆるその恋愛感情とかじゃなくて、なんとなくその子と一緒にいるのが当たり前というか、いないと変だなみたいな、なんかそういう状況にあったことは確かにあります。まあ、それは初恋というのか、まあ、なんていうのかちょっと微妙な感じではありますけど、まあ、多分それが一番最初、その自分以外の人という意味合いでは気になっている人、まあ、その親とかね、兄弟とか親戚とかそういう血縁者を除いて一番最初に自分で気になってた人っていうのは多分その人。今何やってるんですかね、全然わかんないですけど、確か高校ぐらいに、うちら高校生、大人になってから大人になってから1回だけその子の両親と会ったことがありまして、まあ、本人は当然いなかったのか分かんないですけど、まあ、両親から聞くところによると、まあ、子供が3人ぐらいで普通に主婦だったんですよって話があって、まあ、まあ普通の人生を歩んでるんだなっていうのがなんとなく分かったので、まあ、それはそれで安心かなと。まあ、俺の初恋っていうとそういう感じなのかなと思って考えると、一番うわっと思ったのは実は人じゃなくて、あのこれだったんですね。これ初恋ですよ。これはあのさっきからね、フライングブレイフライングブレイもしつこいぐらい言ってて、うちに何本もあるぜみたいな、なんか半ば自慢話になったんですけど、なんでそんなにあるのって話なんですけど、これあの小学校5年生の時に、なんかあのラジオで洋楽番組ってやってました。ポップスですけど、北海道かな、AM ラジオなんですよ。 AM ラジオで日曜日の午前中だけ2時間ぐらいかけて、洋楽の専門のベスト10番組がありまして、当時あの洋楽ってそこでしか聞けなくて、今みたいにレコード屋さん、CD 屋さん、CD 屋さんがないな、当時レコードだから、レコード屋さんで輸入版の C社のレコードを買うとかっていうことになるぐらいしか洋楽って聞く機会がなくて、小学校5年生の俺はそんなところでレコード買えないよね。普通になんか今みたいにインターネットもないし、なんとかその音楽を聴こうと思うと、その日曜日の午前中のポップスで、その北海道を聴くしかない。でそこでこういろいろ聴いてるうちにですね、すごい綺麗な曲に出会ったんですね。あのハードラックマンっていう曲がありまして、誰がやってるかっていうと、キッスというハードロックバンド、まあっていうヘビーメタルバンド、あの顔を白く塗りましてね、模様を描いてたの、なんだこいつらっていう感じの絵面のキッスというバンドがありまして、でそのバンドが歌ってるんです。でそれを聴いた瞬間に、なんかすごいいい曲だと思って、そのレコードがどうしても欲しくて、あの小学校5年生にチャリンコに乗っかって近所のレコード屋さんに行くわけです。でジャケットを見るんですね、そのレコード、こういう曲があったんでって店員の人に言って、どのレコードですかって、これがねって持ってこられたのが、その白塗りのお化けが乗っかってるシーンで、レコードでジャケットを見た瞬間に思い切り弾きます。今目が覚めてけど、曲が良かったんでなんとか入手したいと思い、まあ、その年とかその年の暮れ、まあ、お正月が来て、あのお年玉をもらうんです、小学生だから。お年玉をもらって、そのお年玉を握りしめて、そのままレコードショップに行って、持ってたお金全部キスの LP レコードに変わっちゃいましたね。小学校5年生ぐらいでキスの LP レコードのためにお年玉を全部使い切ったっていう、今思うと随分やりやがったなと思うんですけど、もうそれを買ってきてジャケット開いてみると、そのキスのボーカリストであるコールスタンデーが来てですね、このフライング V を持ってたんですよ。これを持って映ってて、それを見た瞬間にこれだ、もうこれしかないと思って、めちゃめちゃフライング V が欲しくなりました。でいろいろ調べてみると、どうやら当時ギブソンのフライング V が27万1000円定価ということで、小学生には絶対買えない値段なんですよ。で、あの今コピー商品がすごいうるさいんですけど、当時はコピー商品結構なくて、あのギブソンのフライング V のコピーモデルというのが国産の各メーカーから堂々と売られてる時代でした。でその国産コピーモデルってやつを見てみると、一番安いやつで3万9000円、みんなが買うのがだいたい6万円のモデルか、もしくは8万円のモデルか、まあ、10万円以下で今思えば全然安いですけど、小学校5年生のモデルが、ね、1万円ですら払えない、これは困ったなと思って、
結構お年玉を貯める決心をしまして、うちの袋にこれからギターが買えるまでお年玉を貯めると宣言して、うちの袋にあのお年玉を全部預けました。でなんとなくギターが買えるなって思うようになったのが中学2年ですね。で中学2年生でその貯めたお金を全部エレキギターを買うために下ろしました。最初に買ったのが、国産のグレコというメーカーが発売になっていたフライングビーボデル、もうギブソンのフライングビーのまんまコピーでした。値段が確か6万でハードケースとかとか全部入れると10万近い感じでしたね。なんだかんだで、まあそれで貯金全部ちっちゃったんですけど、多分ね、それが俺の初恋なんじゃないか、今でもそれだけは思ってます。なんせあんまりね、女の子興味なかったですね、当時。ギターの方が大好きで、中学入ってギター買いますよね。で中学行くとなんかみんな女の子が遊ぶのが、楽しくなって、ね、な誰それ来ると何とかちゃんが付き合っててどうなのとか、そんな話でもう全然興味なくて、どうでもいいから早く帰ってギターの練習したんですよ。とりあえず、あ、分かった分かった、じゃないって帰ってはギターの練習して、で友達が、ね、あ、遊びに行こうぜ、野球やろうぜ、サッカーやろうぜってこう誘いに来るわけですよ。で一番2階の方で話して、いや今練習してっからまた今度ねっつって全部断って、週末でずっとギターの練習ばっかりしてた。おかげさんで彼女どころかなんか友達、女の子の友達どころか男の子の友達すらもいなかったっていう、そういう中学時代を過ごしてます。なのでそのぐらい多分入れ込んでたってことは、俺にきっとはこいつが多分初恋だったのまあそんなオチですけど、でもね、ほんとね、いいよこれは。あの裏切んないしね。生身の女と違って。いや一応バツイチなんで俺もね。人並みに結婚とかしたことあって、人並みに結婚生活を送ったんですが、まあ、ある日破局しまして、でまあ今はバツイチの感じなんですけど、非常に快適です。非常に快適で、でエレキギターはまあ。言うこと聞かない時もあるんですけど、それはね、ギターが悪いんじゃなくて自分がコントロールできなかっただけなんでね、まあ、全て自分に責任が返ってくるっていうあたりもなんとなく俺には向いてるかなと。まあそんな感じのギター大好きみたいなお話でした。はい、以上です。はい、で、何分経ったか、お、いい感じの時間経ってますね。で、告知じゃないんですけど、昨日、おとついファントム・オブ・ソロのライブがありまして、場所は札幌のデュースっていう、ライブハウスですけど、すすきののど真ん中でもないか、ちょっと南側かな、ビルの地下になりまして、でそこでファントム・オブ・ソロ、まあ、うちのバンドのライブ、うちのバンドのライブじゃないね、厳密にはね、44マグナムっていう、バンドがありましたね、ジャンプね。でそこのメンバーと、まあ、地元サーブルタイガーというヘビーメタルバンドがあるんですけど、そこのメンバーとかと合体しました、まあ、セッションバンドというそのライブがあったんです。でそこの前座をねやらせていただきました。今は土曜日、久々に3ヶ月ぶり4ヶ月ぶりくらいのライブでものすごい盛り上がっていったんですけど、やっぱやってないと完璧に言うもんね、なんとなく、いや楽しいんだけどなんか違うなみたいな、そんな状況でありまして、で、打ち上げとかで、44のジミーさんっていうギターの方がいらっしゃいました。で、彼には、ね、まあ、俺としてはね、やっぱ青春時代、彼らのそのプレー、ギター、なんていうバンド見て、結局、憧れてたりとか、PV とかをね、部屋にずっと見せたりとかして、でそんな感じで、ね、もう雲の上の人みたいなところがあったんですけど、それが今目の前でね、一緒にこうなんか飲みながら喋ってるみたいな、とっても不思議な状況になりました。でそんな中でね、いろんな話聞けまして、やっぱ80年代半ばにヘビーメタルブームが日本に来て、さっきのフライングの話じゃないんですけど、85、6年ぐらいですね。でその頃に日本のヘビーメタルバンドとしてはトップを駆け抜けてきた、こういうものメンバーのまあいろんなこと経験してましたね。で
いろいろ喋ってて、いろんな話聞けたんですけど、Facebook には書いたんですけど、印象に残ったのは、印税で1000万くらい入ってきて、何に使うって、まず普通にな車買うで、500万くらいの車買って、100万くらいのビザ買って、ってあとどうするのって話したら、あとは飲み代だよって言われましたね。えみたいな。印税1000万ってすげえと思ったけど、それで買うのってそんだけなの。で、あとはどうせ飲んじゃうんだよって話で、まあ、金入ってきたってどうせ僕のことに使わないんだから、金なんかなくてもいいんだよねみたいな話になりましたね。で、最終的にはやっぱ、ロックは金じゃないよ。金持ってたらロックなんかでいないから、全部使っちゃうんだよねみたいな話になって、うわ、すげえセリフかっこいいと思ったんだけど、これ、稼いでるから言えるセリフだよ。稼いでない人が言っても全然なんかかっこいいなって言ってきました、ね、ちょっとかっこいいなって。でそんなジミーさんからですね、ピックいただきまして、オリジナルピックっていうのをミュージシャンに作りたいなっていう、ミュージシャンとかギタリストとかベーシストっていうのはそういうバンドがちょっとありますね。で俺も自分のオリジナルピックっていうのを持ってるんですけど、作って、ね、で当然彼らプロでプロっていうかね、もう僕一流のプロだったりしてもらって、当然彼らも持ってまして、それが、まあ、これですね。これがジミーさんのピックで、でこれをね、名刺代わりにもなんだけどみたいな感じでこれくれましたね。もうすげえ感動して、いやすげえなと思って、もうほぼ家宝に近い状態で今これいただきました、ね、で同じくベースのバンさんという方がいらっしゃいまして、ベースの方もこれ僕の使ってるピックのやつをくれました、ね、でちょっと今嬉しくワクワクしてる感じでいいなって。そのバンさんはバンさんでね、人がやらないことを普通にやらないとダメだねっていう話になってましたね。ほうほう、なるほど。バンさんっていうか、もともとギターですよ。彼は、まあ、僕より2つ年上なんですけど、やっぱりキッスが気になって、そこからロックの道に入っていって、最初はなんかギターを弾いてたらしいんですね。なんですが、いつの間にかベーシストに転向してまして、そうすると周りの仲間内で、お前がベースじゃねえよ、ベースとギターの間みたいなプレイしてんだなみたいなことをなんか揶揄されたっていうんですよ。でもそこでうーんって落ち込むんじゃなくて、ああじゃあだったらそのベースだかギターだか分かんないっていう、その中途半端なスタンスっていいんじゃないって平気になっちゃって、むしろそれ誰もやってないよねみたいなところで、まあ、それを貫いた結果、でそういうトップのバンドのベーシストとして一時代気づいちゃったみたいな。彼曰く、人がやってることやってもしょうがない、人がやらないことやらないからね、うん、なるほどって。これそのまま言葉通り受け取っちゃうと、多分人生失敗する人いっぱい出てくると思うんだけど、まあそこら辺はね、ちゃんと考えて、人がやらないことってどうなんだろうな、そういうことで、これはその打ち上げの席でみんな飲んで、わー騒いでる中で一人でうーんって考えちゃって、相変わらず暗いやつだなと思われたかもしれないですけど、なんかやっぱ時代を築いた人たちのことがあったのが大きいなってすごく感じました。それもあって、なんか次回は8月の24日にまた俺はファントム・オブ・ソロがやるのをやることになってて、まあ、前回はフライヤーもね見せたりとかしてやったんですけど、フライヤーね結局あちこち待ちすぎて全部なくなっちゃいました。今日こう切って見せるやつがなくなっちゃいましたね。まあ、うちのホームページとかを見るとフライヤーも出てくるし、詳細も出てくるんで、ぜひファントム・オブ・ソロで検索してみてくれるとありがたいかなと思ってます。はい、そんな感じでですね、もうまだもう一つは、そうだ忘れてた、肝心なのですね、ですね、電子ブックってのが最近はあるらしくて、僕も最初何のことかよく分からなかったんですけど、携帯端末とか iPad とかそういうので見れる本なのかなっていうのなんですけど、まあそういうのがありまして、でそれがダウンロード販売とかで、ね、一部何百円とか何千円とか本の種類もやるんですけど、いろいろ悩みましてね。でそんな中でですね、この間7月の6月、あれどっちだった、
7月か7月の半ばぐらいにですね、ギタトムというギタリストロックギタリスト向け の電子ブックが発売創刊されました。でそこにですね、俺はですね、ある記事を書いてました。こう今映ってると思うけど、このマックがね、2台もバーンと並んで、どんなすげえな状態になってますけど、このマックを買うとですね、ガレージバンドっていうソフトが、まあ、昔はただで準備したんですけど、最近はなんか別売りになってて、Apple Store からダウンロードしなきゃいけないらしいんですけど、まあ、そういうソフトがありました。まあ、ダウンロードしたのは1300円からすごい安いんで、で何のソフトなのっていうと、まあ、音楽を作ってレコーディングをするみたいなソフトで、まあ、DTM やる人だったらとりあえずガレージバンドから始めてもいいんじゃねみたいな話にもなっているようなものなんですけど、でそれの使い方をですね、簡単なね、それ、まあ、使って俺もよく遊んでたんですけど、今はその Mac じゃなくて iPhone 版とか iPad 版のガレージバンドもありまして、それだって450円で買えるんですよ。で450円でダウンロードして、でそれを持って iPad でも iPhone でもいいんで、外で思いついた時に音楽を録音しようよみたいな記事を書かせてもらいます。でそれがまあ発売になりまして、で内容とか全然聞いてなくて、どんな風になるのかなと思って、ずっと心待ちにしてると編集部なんかが連絡来ました。できたんで、とりあえず目を通してくださいという形で目を通してみますと、なんとですね、そこに乗っかってるそのコラムをいっぱい書いてるんですよ。こんな練習したらいいよとかね、こんなのあるよとか、そういう情報がいっぱい載ってるんですけど、俺以外の人はみんなメジャーの有名なギタリストばっかりなんですよ。とりあえず最初はですね、ザ・ルートレスのギタリストディランさん、これはスラップギターみたいなコードが書いたんですけど、何の人かっていうと、ワンピースのアニメのワンピースのエンディングテーマとかをこうやってた人で、まあ、それでメジャーデビューして今じゃ結構売れてるみたいな感じの人だったりとか、あとハードロックヘビーメタルの世界、特に最近流行りのジョーメタルとかシンフォニック系では、まあ、有名な、アルハンブラっていうバンドのね、ギタリストの梶原さんとか、あとみんな多分アニメとか好きな人は知ってるのかな、あ、そうそうそう、坂本映像さんってアニソンとかやる人がいまして、でその人もツアーメンバーのギタリストの方とかも、池内さんって言うんですけど、とかあとリッドミュージックから地獄のなんちゃらシリーズっていうのがバンバン出てまして、ね、その著作者である小林真一さんとか、ね、あともうですね、こうギター教室とかコラムとかっていうと、まずこの人は絶対だよねっていう宮脇さんと、宮脇ギタースクールって東京であるんですけど、ね、もうすごい昔からあるところで、ポピュラー系のギタースクールとしてはすごい老舗のところで、いろんな雑誌のコラム書いてらっしゃるんですよね、宮脇さんとかが。でそんな中に俺がポツンと走ってるんですよ。これね、見て、俺ここに記事出しちゃっていいのかな、びっくりしながら、でも普通にね、4ページぐらい使って、写真まで載せてもらって、すごく非常に高待遇で載せてもらいまして、でこれがちゃんと普通に売られて、まあ、どのぐらい売れてるのかまだ分かんないですけど、売られてるんで、それをね、みんなにちょっと見てほしいかなみたいな感じで、その内容はね、これ本当は売られてるものなんで、中身をビロッと見せるわけにはいないんで、表紙だけね、いきます、表紙バーンと、表紙ですか、映ってるかな、大丈夫か、光ってないかな、お、いい感じで、いい感じだ、これ、こういうものがありまして、これをこう、ピッピッとやると、後ろからだと俺は操作できませんでした。
で、表紙が今みたいな感じで、実際のページはですね、俺が乗っかってるところだけはなんとなく見せても問題ないかな、大丈夫かな、怒られないかな、はい、まあ、字読めないと思うんですよ、ちっちゃくて。こんな感じでね、俺は俺で乗っかってるんですよ、バーンと、ね、MMP のすすめぐらいしか読めないと思いますけども、MMP っていうのはモバイルミュージックプロダクション、要は外に出て音楽作ろうぜみたいな、そういうクラブ、もう DTM すら古いよっていうね、デスクトップミュージックとか言って部屋に引きこもってんじゃねえよみたいな、それよりもなんか iPhone でも iPad でも持って外で公園でお日様でも浴びながら音楽作ろうよみたいな話を話してもらいました。そんな感じでね、まあ今日はいろいろ喋りまくってるとなかなかいい時間になってきたので今日とかこんぐらいで勘弁してやるか。でね、これちょっと発表してもらって、ちっちゃくていいかな、なんだかわかんないよな、どうかな、これビュワッとアップにしてもらうとわかりづらこれわかんねえな、まあいいや、バッジ作りまして、新しいバッジを、俺の顔のデザインの、多分あちこち開くとなんとなくそれらしいものが結構最近蔓延してるらしく、いろんなところでバッジとかシールとかが出回ってました先日もですね、ライブの会場で半分シャレで俺のバッジを置いていたら、 CD 売れないけどバッジめっちゃ売れてこれ、ね、結構ね、喜んでいいのか悲しむべきなのか微妙な気持ちになりましたけど、単価的にはね、バッジ200円ですごい安いんで、まあ、バッジバンバン売れて、それでも売れないよりいいかな、みたいな。もう CD があんまり売れなかったのはちょっと悲しかったですけど、まあ、そんな感じでいっぱいあるんで、でそれを新しいバッジ作ったんで、それもちょっと送ってるんで、まあ欲しい人は買ってください。そんな感じで今日のところはこの辺でお開きにしたいと思います。それではまた、来週じゃねえな、来週か、来週あ、そっか、来週ですね。一週目だもんね。そうですね。来週ですよ。あ、大丈夫か、俺。来週。考えてなかった。そう。じゃあまた来週。では、さよなら。